According to legends, the yellow dragon already manifested hornless to Fushi emerging from the river Luo and instructed him with the elements of writing. When he appeared before Fushi, he filled a hole in the sky made by the monster Gong Gong. Also, according to legends, the Yellow Emperor was said to have turned into the form of the Yellow Dragon at the end of his life to ascend to heaven. Since the Chinese consider him to be their ancestor, they sometimes refer to themselves as children of the dragon. This legend also contributed towards the use of the Chinese dragon as a symbol of imperial power.皇帝伝説によれば、ウィキペディア英語版は次のように書いています。皇帝伝説によれば、黄色い竜、つまり王竜が角のない状態で、ルオ川から福義の前に現れ、文字による表記の仕方を福義に教えたと。そしてその王竜は福義の前に現れると、ゴングゴング、つまり頭だけは人間で、体は大蛇の怪物によって作られた空の穴を埋めたと言われています。そして皇帝は命を終え、天に昇っていくとき、王竜の姿で昇っていったと言われています。中国人は皇帝を彼らの先祖と考え、自分たちを竜の子孫と考えています。そして中国ではそれゆえに古来より竜を皇帝たちのシンボルとして使っています。広し林、浜松シティ、ジャパン。最初からもう一度説明します。この竜が一般に王竜、イエロードラゴンと呼ばれている竜です。そしてその王竜が皇帝、すなわち延期とつながり、そしてさらにその息子のマルドックへとつながっていきます。皇帝イコール延期イコール復義ということになります。The statue of Baphomet is generally said to have been created by imitating a black goat. But is this opinion really correct? In the 16th century, for example, Giorgio Vasari included the Baphomet statue in his painting. Giorgio Vasari is said to have been a disciple of Michelangelo Buonarroti. The Baphomet painted by Giorgio Vasari is a large snake in its lower body. Farther away back in the history, a statue with the same face as Baphomet was found in the grave of Queen Puavi in Uru. Queen Puavi is said to be the queen of Uru around 2600 BC. The lower body of the statue is also a large snake. Then I, Hiroshi Aishi, claim that Baphomet is not a black goat, but a snake, or that is to say that a dragon. I will explain it here in this video. バフォメット像は
一般に黒ヤギを真似て作られたものだと言われていますが、本当にその見解は正しいのでしょうか。例えば16世紀にジョルジョ・バザーリはそのバフォメット像を自分の絵の中に書き込んでいました。バザーリはミケランジェロの弟子だったと言われています。そのバザーリの描いたバフォメットは下半身が大蛇になっています。またさらに遠い昔、ウルの女王プアビの墓からはバフォメットと同じ顔をした像が見つかっています。女王プアビは紀元前2600年頃の女王と言われています。その像の下半身もまた大蛇です。つまりバフォメットは黒ヤギではなく大蛇、つまりドラゴンだったのです。繰り返します。バフォメットは黒ヤギではなく大蛇、つまりドラゴンだったのです。それをこの動画の中で説明します。広志林、浜松シティ、ジャパン。Albert Einstein wrote that common sense is a collection of prejudices acquired by age 18. Yes, common sense is that once made, changing it is not easy. Let's take Baphomet as an example. In general, Baphomet is supposed to beKing Saturn, or has been associated with a Sabbati goat image modeled after a black goat. But is that really the case? I, Hiroshi Hayashi, prove in this video that Baphomet was created to imitate a dragon, and the god it represents is Enki-san Marduk.アインシュタインはこう書いています。常識というのはね、18歳の時までに得た偏見の塊なんだよと。その常識というのは一度作られるとそれを変えるのは容易なことではありません。例えばバフォメットを例に挙げて考えてみます。一般にはバフォメットは黒ヤギ、ヤギをモデルにして作られた悪魔の大王ということになっていますが、本当にそうでしょうか。私林博士はこの動画の中でバフォメットはドラゴン、ドラゴンを模して作られたものであり、それによって表されている神は延期の息子のマルトク自身であることを証明します。博士林、浜松シティ、ジャパン。最初に上の画面を見ながら結論を話しておきます。ジョルジョ・バザーリはルネサンスの時代にすでにバフォメットの絵を描いていました。で、このバフォメットには尻尾、尾があることに注意してください。そして左が今から4600年前に君臨した女王のプアビの墓から見つかったアーティファクトです。左から2番目です。で、これは一般には牛と言われていますが、牛ではありません。牛の形とは違います。と同時にですね、このアーティファクトの腰から下を見てください。明らかに鱗のような、つまりドラゴンの皮膚のようなものが描かれています。つまりルネサンスの時代にも、そして女王プアビの時代にも、このような形でバフォメットが表現されていたということです。そしてその下半身は、つまりは竜の下半身であったということになります。では皆さんを女王プアビの君臨したウルへ案内します。Thank you.
このウルに紀元前2600年、今から4600年ほど前に君臨した女王プアビの墓から大変興味深いものがたくさん見つかっています。レオナルド・ウーリーらの努力によるものです。で、その中の一つにヤギに似た動物が表現されているものがありました。これは牛です。女王プアビは並外れた大きな頭を持っていたことで知られています。その冠と言いますか、飾り物の中にこのようなものがありました。で、これは何かということですけども、バホメットの顔に酷似しているのが分かりました。で、調べてみます。これがその飾り物ということになります。左が女王プアビの一応復元図ということになっています。この中央の赤い部分に注意してください。で、この姿がですね、ジョルジョ・バザーリがルネサンスの時代に描いた、つまりはバホメットの姿と酷似しているということですね。そして注意していただきたいことはですね、繰り返しになりますけども、右のバホメットにはどうやら尾があり、左のまあヤギのような動物はですね、実はヤギではなくて下半身がヘビ、つまりダイジャ、つまりドラゴンのようになっているということです。つまりここに描かれている、まあ、バホメットはですね、共に下半身が竜になっているということですね。つまりバホメットイコールドラゴン説へとつながっていきます。もう一度確認してください。右がシオルジョ・バザーリの描いたバフォメット、左が女王プアビの墓から見つかったバフォメットに酷似した、まあ、動物イコールドラゴンということになります。となると中央のこのバフォメットはヤギではないということになります。そしてヤギではなくて竜であると考えると、世界の神々の謎解きもまた大きく一歩前進することになります。ところがここで一つ問題ができるわけです。一般にバホメットと言われている、まあ、像はですね、下半身が人間のようにして描かれています。なぜでしょうか。どうして竜をですね、人間のように描いたのでしょうかということになりますが、実はこの原型の絵を描いたのは1856年、ずっと後になってからエリファス・リーバイという人が描いたということが分かりました。つまり首から下は最近の創作ということになります。まあ、こうしてともかくもバホメットの像が生まれたということです。で、さらに興味深いことにですね、あのルネッサンスの時代のレオナルド・ダ・ヴィンチはこうした事実をすでに知っていたということになります。それを表しているのがレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家がその原画を描いたとされているアンギャリの戦いということになります。この絵そのもの、つまりスケッチ画はルーベンスによってコピーされたものだと言われていますが、それはさておきですね、このアンギャリの戦いの絵の向かって右側にはドラゴン、竜が描かれています。そして向かって左側にはラム族、つまり爬虫類の顔をしたレプタリアン族の人物が描かれています。つまり隠し絵になっているということですね。今矢印で示したところにドラゴンが表現されています。向かって右側はサーペント族ということになります。そして向かって左側にはレプタリアンの人物が描かれています。注意深くご覧ください。これも隠し絵、騙し絵ということになります。一見すると左の人物は盾で顔を隠している兵士のように見えますが、見方を変えるとその顔はそのままレプタリアンの顔になります。注意深くご覧ください。上が兵士の顔ということになります。で、その顔に着色してみます。緑の部分に注意してください。つまりこれも隠し絵、騙し絵ということになります。そしてこの顔は日本の法隆寺に所蔵されている侍像の顔と一致します。
他にもこの絵の中には数多くの騙し絵、隠し絵が仕込んでありますが、ここで重要なことは、このアンギャリの戦いの絵はですね、中央で2つの組に分かれているということです。向かって右がサーペント族、つまり竜族ということになり、そして左側がラム族、つまりデイビッド・アイクの言うところのレプタリアン族ということになります。どうしてダ・ヴィンチはそんなことを知っていたのかという質問は大変野暮な質問ということになります。で、バフォメットイコールドラゴンということになります。で、このアイデアはですね、白間夏夫さんという方からいただきました。バフォメットの姿を見ていたらですね、私にはドラゴンに見えるというわけです。まさに柔軟な思考の持ち主の方ということになります。常識にとらわれないで自由にものを考えることができる人のみがこうした事実を発見することができます。で、結論ですけども、右がバフォメットです。下半身は後々創作されたものということですね。で、中央がジョルジョ・バザールの書いたバフォメットということになります。そして左が女王プアビの、時代にすでにあった像イコールドラゴンイコールマルドックということになります。そして下がレオナルド・ダ・ヴィンチなる画家が描いたとされるアンギャリの戦いの絵です。そしてその右がですね、これは現代アーティストによる、創作的なドラゴンの顔ですけども、酷似している点に注意してください。で、あとは選択の問題ということになります。バフォメットはヤギなのか、それともドラゴンなのかということです。ドラゴンと考えると、今までの神々の謎がすんなりと解けていくということになります。つまりマルドックはサーペント族、そしてその父親はつまりエンキエア・プロメテウスということになりますけれども、エンキエア・プロメテウスはつまりはサーペント族ということになります。その息子のマルドックですから、このような姿で表現されていても何らおかしくないということになります。続く動画の中でもう少しマルドックの謎について考えてみます。Enki, or another name of his is Prometheus, was murdered by Enlil's son Nergal. Nergal attacked Enki with his three pets, a scorpion, a snake, and a dog, and he ended with a dagger onto Enki's neck. It is Mitra, straddling a bull or Enki,who pulled a dagger out of Enki's neck and tried to save the life of Enki. This is represented by Greek sculpture or statues of Mitra. The bull is Enki himself. In Mesopotamia, Enki was often called Enki Bull. Then, inheriting the intention and the will of Enki after his death, it was Marduk, son of Enki,who took the position of Enki to guide humans. The symbol of Enki is a one eye, or so-called all-seeing eye, and the symbol of Marduk is a triangle. Nowadays, one eye surrounded by a triangle is a symbol of Freemason. But why is a triangle the symbol of Marduk?I, Hiroshi Hayashi, will explain about this with evidence in this video. Enki はエンリルの息子のネルガルに殺害されます。ネルガルは自分のペットのサソリ、ヘビ、犬を使ってエンキを攻撃し、最後に短刀でエンキの首を切ります。そのエンキブルから短刀を抜き、エンキを助けたのがミトラということになります。その様子を表したのは
ギリシャ彫刻のミトラ像ということになります。で、その延期の意思を継いで人間指導の立場に就いたのが延期の息子のマルドゥックということになります。延期のシンボルマークは片目の目ということになり、マルドゥックのシンボルマークが三角形ということになります。現在フリーメイソンが使っている三角形で囲まれた片目ということになります。つまり目は延期の目、三角形はマルドゥックの三角形ということになります。が、なぜ三角形なのか、三角形がなぜマルドゥックのシンボルマークなのか、この動画の中ではそれについて証拠を添えて説明します。広志林、浜松シティ、ジャパン。まず皆さんにメソポタミア周辺に残るバウンダリーストーン、つまり境界石に表現されているマルドゥックの紋章をご覧いただきます。これが境界石です。その境界石にマルドゥックが表現されています。今黄色い四角で囲ったのがマルドゥックです。そして同じような、まあ、紋章がですね、別の境界石にも表現されています。右の境界石にもマルドゥックが表現されています。で、そのマルドゥックの紋章といいますかシンボルマークの中にですね、三角形が描かれている点に注意してください。この三角形は何かということになります。今赤い色をつけてみました。三角形が表現されています。つまり三角形とマルドゥック、マルドゥックと三角形はこのように、まあ、関係し合っているということになります。で、もう少し詳しく調べてみます。マルドゥックのレリーフはメソポタミア周辺に残っています。マルドゥックです。マルドゥックはアイガンペットのムシュスーを連れていました。それはともかくもマルドゥックというのは延期の息子ということになります。そのマルドゥックの紋章に三角形が表現されている点に注意してください。この三角形は何かということについては続く動画の中で説明しますが、右はメソポタミアの、まあ、復元された布ということになります。この中にこのような模様が表現されています。これは何かということですね。で、調べてみましたと言いますか、照合してみました。私はこの紋章はマルドゥックの紋章であると考えています。上段に4つの目が表現されている点にも注意してください。下半分は三叉剣ということになります。そして上半分は、つまりは月もしくはクワと言われているものです。三角形が表現されています。そしてその三角形がバウンダリーストーンの中にも表現されていて、現代アートの中で表現されているマルドゥックが持っている、まあ、武器としても表現されています。もともとマルドゥックというのはつまりは武器の名前であったということになります。いつもマルドゥックという神がですね、その武器を持っていたために、その神のことを人々は、人間はマルドゥックと呼ぶようになったと言われています。つまりマルドゥックのシンボルマークは三角形であったということになります。by 林博士説です。で、左はウルの
女王プアビの墓から発掘された二重マスゲームと呼ばれている、まあ、ボードですけども、これはゲームではありません、まあ、それについては別のところで説明しますが、ともかくもそのボードの中に4つの目が表現されている点に注意してください。4つの目は丸で囲まれています。つまり10の位を表すことになります。現在の今でもですね、1に丸をつけますと10になります。同じコンセプトです。そして上上段にはですね、このようなアーティファクトもメソポタミア周辺で見つかっています。一般にはミトラの像と言われていますけども、ミトラの像ではありません。延期、つまりプロメテウスの像ということになります。4つの目、つまり40を表します。40は延期、つまりプロメテウスの神聖数ということになります。つまり目はプロメテウスの目ということになります。つまり目と三角を合わせて作られたのが、私たちが現在言うところのフリーメイソンの目ということになります。目と三角、あるいは三角で囲まれた目ということになります。右は現在アメリカの1ドル札の裏に、まあ、印刷されているフリーメイソンのシンボルマークということになります。こうして三角と目がつながりました。繰り返しますが、目はプロメテウスの目、そして三角はその息子のマルドゥクを表すシンボルマークということになります。その三角形は時々あちこちに現れてきます。下はミトラ教の神事の様子を表した絵ということになります。このミトラ教の神事の絵の中央ですね、中央にミトラが表現され、向かって左側にエンディル・ライオンが表現されています。日本の不動明王ということになります。そして中央に、まあ、探検を抜いているミトラが表現されています。まあ、こうしてミトラは延期、つまりプロメテウスの命を救おうとした、あるいは救ったということになります。で結論ということになります。マルドゥックと三角形、三角形とマルドゥックですね。でこの事実は現在の私たち人間にとってとても重要な意味を持つと私は考えています。ということで、もう一度おさらいして、それを今日のこの動画の結論とします。今ご覧いただいているのがメソポタミアに残るバウンダリーストーンです。その中にマルドゥックの紋章が表現されています。まあ、三角形、つまり武器ということになるわけですけども、とアイガンペットのムーシュスーということになります。中央のバウンダリーストーンが分かりやすいと思います。ムーシュスーと、そしてつまり三角形のスキクワとも言われてますけども、武器と、そして、まあ、その2つが表現されているということですね。それがマルドゥックの紋章ということになります。その三角形がマルドゥックと三角形を結びつける証拠ということになります。つまりこの三角形がマルドゥックの象徴的なシンボルマークとなったというわけです。でマルドゥックです。ムシュスーという動物でそれが証明されます。つまり上に描かれているのはマルドゥックの紋章ということになります。マルドゥックというのは延期の息子ということになります。延期はエンリルの息子のネルガルに殺害されます。ともかくもこうしてマルドゥックの紋章が決まったということになります。そして右上はですね、私が偶然見つけた、まあ、メソポタミアの、復元された布ということになります。上に4つの目が表現されている点にも注意してください。でこの赤枠で囲った部分ですけども、上半分が三角、下が三叉剣、つまりマルドゥックになっています。マルドゥックというのはもともとは武器の名前でした。で下にマルドゥックを表現した絵を集めてみました。赤い絵はですね、これは現代アートに描かれているマルドゥックということになりますが、まあ奇妙なことにマルドゥックは左手にですね、三角形のスキ、もしくはクワ、もしくは武器を持っている点に注意してください。こうしてマルドゥックと三角形がつながっていきました。つまり三角形はマルドゥックのシンボルマークということになります。そしてプロメテウスの目とですね、
三角形を合わせて現在のフリーメイソンのシンボルマークになったと私林浩司は考えています。三角形です。そして目についてはですね、これは女王プアビの墓から発掘された、まあ、ゲームボードということになってますけども、その中に目が表現されています。4つの目、つまり40を表します。20枠で囲まれてますから10、10、10、10の40というわけです。40というのは塩基エア、プロメテウスの神聖数ということになります。その目とマルドックの三角形を合わせてできたのが三角形の中の目ということになります。つまりマルドックはこのような形で、私はプロメテウス、エア、塩基の正当な後継者であることを私たち人間に示したということになります。上のようなアーティファクトも見つかっていますが、これはミトラ像ではありません。塩基エア、プロメテウスを表した土偶ということになります。そして目と三角を合わせてできた紋章が右の紋章ということになります。そしてそれが現在はフリーメイソンのシンボルマークとなっているということです。これで三角形がどういう意味を持つか皆さんにも分かっていただけたと思います。What does the Illuminati triangle mean? Olaf Simons, researcher on the Illuminati at the Gata Research Center, answers in the Gata Pesansa website that the triangle with the eye is not an Illuminati symbol, but the Christian Trinity of the Eye of Providence.It is a Roman Catholic Christian symbol that emerges in the Renaissance. It is usually depicted in a triangle in order to get the additional Trinity into the picture. I, Hiroshi Hayashi, just wonder if what it mentions here is correct. What is it the triangle stands for? Here I can show youMy answer. イルミナティのメンバーたちが使っている三角形にはどんな意味があるのでしょうか。ベストアンサーの中でゴタ研究所のイルミナティに関する研究員のオラフ・シモン氏は次のように答えています。目を持った三角形はルネサンス期に現れたローマンカトリックのシンボルです。イルミナティのシンボルマークではありません。
三角形は普通三位一体を表すものです。つまり摂理の目ということになります。が本当にそうでしょうか。三角形は何を意味するのでしょうか。その謎についてここで考えてみます。広し林浜松シティジャパン。三角形の解釈についてさまざまな研究家がですね、さまざまな意見を発表しています。三位一体説が一般的ですが、幾何学模様説ですね、あるいはそれぞれの辺にはそれぞれの意味がある説などなどが、私林浩司の解釈は全く違ったものです。結論を先に言えば、目はマルドックの目です。固めのマルドックです。そして三角形はまさしくマルドックのシンボルマークということになります。まず皆さんに知っていただきたいのはですね、目、つまりカトリックが言う Eye of Providence の目は、実は紀元前2600年頃にはすでに存在していたということです。その証拠はですね、女王プアビの墓、ウルのジグラートの近くにある女王プアビの墓から発見された、まあ、二重マスゲームと呼ばれているゲームボードですが、これはゲームボードではありません。神々のカレンダーですが、それは今日のポイントではありません。その二重マスゲームの模様の中にすでに目のマークが表現されています。で、その目のマークで表現されている神は誰かということになりますと、神聖数40を表すところから、まさに延期エアプロメテウスの目ということになります。まずそれを皆さんに納得していただきたいと思います。繰り返しますが、ここが重要です。紀元前2600年、今から4600年前にすでに Eye of Providence 摂理の目なるものは存在していたということになります。カトリックのシンボルマークではありません。それをまず皆さんに納得していただき、その後三角形の持つ意味について説明します。Wikimedia writes about the Eye of Providence as follows. The Eye of Providence is a symbol depicting the all-seeing eye of God in a triangle and or surrounded by rays of glory. It can be a real Christian symbol, in which case the triangle stands for the Christian Trinity, butIt was also taken up by 18th century Freemasons. In the 20th century, it was adopted as a symbol of Cao Dai, which is a new religious movement founded in Vietnam. No, no, no! The Eye of Providence is a symbol of Illuminati and Freemason, not of Christianity.It originated from the eye of Prometheus. Here is its evidence and proof. The eye of Providence, つまり、摂理の目というのは、三角形で囲まれた神の目ということになっています。ウィキメディアにも次のようにあります。The eye of Providence は、
正しくはキリスト教のシンボルである。目を取り囲んでいる三角形はキリスト教でいう三位一体を表している。周りの光線は栄光を表すが、18世紀まではフリーメイソンによっても取り上げられていた。20世紀になってからはカオダイ、つまりベトナムの新しい宗教運動のシンボルとしても採用されていると。No, no, no! 摂理の目はイルミナティとフリーメイソンのシンボルです。キリスト教のシンボルではありません。もともとは The Eye of Prometheus、 つまりプロメテウスの目でした。その証拠と証明をこの動画の中でお見せします。広し林、浜松シティ、ジャパン。繰り返します。The Eye of Providence は、もともとは The Eye of Prometheus、つまりプロメテウスの目でした。それを順にこの動画の中で証明します。ジョー・プアビーが君臨したメソポタミアのウルからこのようなゲーム版なるものが発見されています。現在このゲーム版なるものは大英博物館に所蔵されています。世界最古のゲーム版と呼ばれています。これはゲーム版ではありません。カレンダーです。今そのゲーム版なるものを皆さんにご覧いただいてますけども、このゲーム版なるものには5種類の文様が描かれています。5種類あります。で、まあ、簡単にこれがカレンダーであることを説明しておきます。右から7つが7曜日を表します。そしてチップ、あるいはコマのようなものを毎日1個ずつ動かしていきます。で、1回動かしましたら、左の方に1つずつコマを進めていきます。こうして 7×13 で91という数字が出てきます。これを4シーズン繰り返しますと364になります。何らかの形で、まあ1を足しますと365になります。この方式は私たちがトランプと呼んでいる、まああのトランプですね、カードのカレンダー説と一致いたします。このウルのゲーム版イコール、まあ、カレンダー説は、バイ・林・ヒロシ説によるものです。まあこのようにして、まあこれはカレンダーとして使っていたということですね。で、模様が一致した時には、その神の日だということに、まあ定めていたのかもしれません。それは私の、まあ、仮説です。ともかくもこれはゲーム版ではありません。が、これは今日のポイントではありません。ここに5種類の模様が描かれているということです。で、それをこれから順に説明します。まあ、この、カレンダーの使い方は別のところで詳しく説明しました。で、これからその5種類の模様を見ていただきます。これが、まあ、イナンナ・イシュターの文様であることはもう言うまでもありません。8方向に伸びる、まあ、金星を表しています。そして右がイナンナ・イシュターです。メソポタミアでは、イシュターと呼ばれていました。で、これがウルクですね。あの、ウルクに残る、まあ、あの、レリーフです。で、このイナンナ・イシュターがこのように描かれていますけども、ウルクがイナンナ・イシュターの本拠地ということになります。ギルガメシ物語の舞台ともなったのがウルクです。で、これがイナンナ・イシュターであることはいいですね。そしてそのもう一つこの5が4つ書いてあります。これは5子20で20を表します。20というのはシャーマーシュの神聖数です。すなわち、まあ、イシュターとシャーマーシュは、まあ、兄弟関係にあったと言われています。そして後にですね、イシュターとシャーマーシュが組んでキリスト教を立ち上げます。20はシャーマーシュの神聖数です。太陽を表しています。右がもしその紋章です。で、一番右がですね、これがシャーマーシュの世界最古のレリーフと言われています。頭の周りに、まあ、あの、ハローをつけている点に注視ください。その先に光線が伸びています。で、神々の、あの、バビロニアの神々について復習しておきます。で、頂点にイシュタールが立ち、左に神、そして右にシャーマーシュがいます。で、それぞれの神の神聖数をこれから皆さんにご覧いただきます。アヌ号ですね。そして、ここにいるのがエンリルです。
そしてその下にいるのがエア、すなわち延期です。そしてここにいるのがイシュターです。シャマ、イナンナですね。日本ではイナンナと呼ばれていました。で、これがシャーマシュです。そして、その下にニンフルサングです。延期のお姉さんとも言われています。まあ、延期と組んで人間の改造をしました。それぞれの、申請数をこれから お見せしますから、注意深くご覧ください。アヌオは60です。アヌオは60です。そしてエンリルは50です。そしてエア、延期は40です。ここが重要です。エア、延期は40です。そして、イシュターは15です。申請数は15です。そしてシャーマシュは20です。そしてニンフルさんは12です。ここで重要なのは延期が40であるという点です。これが延期の申請数です。で、その申請数40についてもう一度考えてみたいと思います。先ほど紹介しました5種類の文様をもう一度見ていただきます。これが5種類の文様です。一番上の左が、これはイナナ・イシュターのシンボルマークです。金星を表します。で、その順にこれからこの文様の謎を解いていきますけども、これはイナナ・イシュターの文様であることには間違いありませんね。そして、ここに死後20ですから、これはシャーマシの文様ということになります。で、5はですね、これ50と読みます。50と読みますと、これエンリルです。で、12は言うまでもなくネイフルサングです。そして40が延期の、まあ、申請数ということになります。で、20枠は10と数えます。ですから、中央の5は50と数えます。そして一番右も4ではなくて20枠になってますから、40と、まあ、読みます。そうしますと、神々の申請数とパーフェクトに一致します。60がアヌオ、50がエンリル、40が延期、12がニンフルサグですね。それから20がシャーマッシュ、15が、イシュターということになります。イシュターは8方向に伸びる、イナナイシュターはですね、8方向に伸びる星をかたどっています。で、ここに12がニンフルサグで、まあ、12称号しているわけです。ここが重要ですね。これで40、40で、40というのは、これは延期の、まあ、申請数であることがわかります。こうして、40という申請数と、そして上の、目の模様ですね、と重なります。つながっていきます。すなわち、目の模様は延期であることを示しています。ここが重要です。目の模様は延期であることを示しています。その延期の息子がマルドックということになります。延期の息子がマルドックということになります。こうして一番向かって右に注意してください。目が4つで40。そして40は延期の申請数である。そしてその申請数、まあ、延期のですね、息子がマルドックであるということになります。ここが重要です。延期の息子がマルドック、すなわち40ということになります。さらに、ダメ押しをしておきます。同じウールからこのようなハンドバッグのようなものが発掘されています。現地の考古学者の先生たちはこれをバケツと説明していますが、バケツなんかではありません。もっと意味のあるものです。そのハンドバッグのようなものの表面には2種類の文様が彫刻されています。上がイナンナ・イシュターの文様です。下にはですね、目が4つ彫刻されています。40、すなわち延期のシンボルマークであると同時に、延期の申請数ということになります。まあ、ちょうど、まあ、延期のいたエリドゥと、それから、イナナイシュターのいたウルクの間に、ウルがあったということから、まあ、その調和を保つために、このように2種類の文様を刻んだと、林博士は判断しています。そして、この目がですね、後の、イルミナティのシンボルマークと、なっていきました。by 林博士説です。そしてこの目がですね、まあ私が知る限り、私が発見した範囲ではですね、最も古いイルミナティの目のシンボルマークということになります。by 林博士説です。注意深くご覧ください。ここで初めて、歴史上初めて目が登場するということです。そしてその目が、後のイルミナティのシンボルマークとなっていったということになります。by 林博士説です。ここが今日のこの動画のポイントということになりますから、皆さん自身で確認してください。つまり目のマークはですね、紀元前2600年にはすでにこの地球上にあったということです。女王プアービの墓の中からそれが見つかったということです。
で、その目はですね、ジョー・プアビが残した20マスゲームと言われているゲームボードの中に表現されていたわけですけども、そこに表現されていた目は40を表すということになります。40というのはエア延期プロメテウスの神聖数ということになります。つまり40はプロメテウスということになるわけです。で、そのプロメテウスとマルドックの関係についてはですね、最も分かりやすい例としては、ニューヨークのハドソン湾に立つあの自由の像ということになります。あの自由の像なるものはプロメテウスを題材にして、そしてギリシャ彫刻のディオニソウス、つまりプロメテウスの息子のマルドックをモデルにして作られた像であるということです。つまりマルドックはプロメテウスの正当な後継者ということになります。マルドックがプロメテウスの目、つまりエア延期の目を自分のシンボルマークとして使っていたとしてもおかしくありません。で、そのマルドックはどんな神であったかについてはこの後すぐに説明します。ここでは要するに、あの自由の像なるものはプロメテウスを題材にして、ギリシャ彫刻のディオニソースの像を元にして作られているということです。まずそれをご覧になっていただき、その後でマルドックの、まあ、歴史的な意味について説明します。さらにその後になぜ三角なのかということを皆さんに説明します。延期とマルドック、つまりプロメテウスとディオニソースの関係は、ハドソン湾の自由の像を見ればそれがわかります。今も言いましたように、あの自由の像なるものはプロメテウスを題材にして、そしてギリシャ彫刻のディオニソース像を元にして作られているということです。それを皆さん自身の目でどうかご確認ください。つまりプロメテウスの正当な後継者になっているのがマルドックということになるわけです。つまりエア延期の正当な後継者がマルドックということになります。そしてそのマルドックは現在のフリーメイソン、そしてその後のイルミナティへと続いています。右が自由の像です。中央がディオニソース、またの名をアポロと言いますが、そのディオニソース像です。顔が一致します。やや自由の像の方が幅広になっています。で、横縮めをするとですね、その顔はそのままディオニソース像となります。ポーズも同じです。胸の膨らみも同じです。お下げと言いますか、髪の毛の表現の仕方も同じです、まあ、こんなところを注意深く判断してください。繰り返しになりますが、自由の像はですね、足に鎖を巻いています。足に鎖を巻いているところからプロメテウスということになるわけです。ところがですね、ギリシャ彫刻にはプロメテウス像はほとんど残っていません。私が知る限り2体だけです。そんなわけで、自由の像を作った制作者たちはですね、その息子のディオニソース、
つまりバッカスの像を元にして作ったというふうに考えています。ポーズが同じです。そして手にはトーチのようなものを持っているということですね。そしてその像はジョージ・ワシントンの像へとつながっていきます。そしてそのジョージ・ワシントンはバフォメット教の信仰者でした。ポーズも同じです。こうしてマルドゥクとバフォメットがつながっていきますが、それは今日のポイントではありません。ともかくもこのように像においてもですね、点と点が線でつながっているということになります。古代の核戦争についてゼカリア・シッチンは次のように説明しています。マルドゥクとアヌナンキの関係です。その一部を翻訳してみました。およそ4000年前、アヌンナキの大部分は地球を去った。同時にシナイ半島の宇宙基地とソドムとゴモラを核で破壊した。しかしイエ、つまりエンリルの長男マードックは彼の忠実な王と共に地球に残った。バビロニアに残る神々の構図によればですね、今上の赤い枠の部分がイエ、つまり延期です。そしてその左下に位置するのがマルドゥックということになります。つまり一応延期の息子がマルドゥックという位置づけになっています。マルドゥックは過去において人間の女性と結婚した。その女性というのはアヌンナキと人間の混合種であった。それゆえに、つまり人間の女性と結婚したためニビルへ戻ることを許されなかった。人間は天国、つまりニビルへ入ることを許可されていなかった。イーノックのような例外は時と場合にはあるが、そうでなければ許可されたとしても短期間のものであった。イーノックは創世記第7章によればですね、神と共にこの地球を去ったとあります。そのためマードックはハイブリッド種の妻と一緒に暮らし、ニビルでの皇族としての地位を失うか、それとも妻を捨て彼の地位を維持するべきかの選択をしなければならなかった。すでにアヌ王や枢機卿たちの怒りを受けていたこともあり、彼以前のナムールの血筋を引いていたので、マードックは地位などクソくらえと言って妻を選んだ。しかしマードックは彼の親族を忘れることも許すことも決してなかった。彼の親族が自分を裏切ったと考えていた。それでマードックはエンリル派一派、つまりレプタリアン族との対決を宣言し、地球の支配者になることを望んだ。結局この地球の支配者は延期の息子であるマルドゥックとエンリル派の流れを組むイナンナ・イシュタールの、二人の神ということになります。少なくとも王が地球にいなくなるよりは良いとマードックは考えた。そのためイナンナと激しく戦った。イナンナというのはエンリル派一派の女性であった。権力に溺れた二人のアヌンナキが原因で
その戦争により何千人もの人間兵士が巻き込まれ殺された。ゼカリア・シッチンによればですね、結局この2派が、人間を使って戦争したということになります。そして多くの人間が犠牲になったということになります。アヌンナキが地球を去ったとき、すでにマードックの妻、つまり人間は死んでいた。マードックの妻は神々のように長寿ではなかったが、アヌ王や枢機卿たちはその反抗的な性格により、マードックがニビルに戻ってくることを望まなかった。ニビルがプラネット X であるかどうかについては議論が続いています。しかし、プラネット X がニビルでないという方が無理なのではないでしょうか。ニビルとプラネット X の軌道は一致しています。そしてニビルもプラネット X も3600年の周期で太陽を回っています。代わりにアヌ王たちはマードックを地球に残し好きなことをさせた。もしマードックが地球の王になりたいというのならそれはそれで良いと。が、神々はマードックがその基地を使ったり乗っ取らないようにと最初に市内の宇宙基地を核で破壊した。シナイ半島及びメソポタミアのチグリス・ユーフラテス川流域には核攻撃を受けたらしいという痕跡が残っています。それについては別のところで私、林博士が証明しましたので、どうかそちらをご覧になってください。それ以来、マードックがこの地球の責任者となった。少なくとも地球の大部分の支配者となった。マードックは現在私たちが地球のエリート、つまりイルミナティ、さらにはあるべき権力と呼ぶ実質的な派閥の権力者であった。ここで地球のエリートを意味するイルミナティという言葉が歴史上初めて出てくる点に注意してください。マルドックの周辺からそのイルミナティという言葉が出てきています。しかし彼はただ一人の責任者ではなかった。他にも地球エリートの部分を操る別個の勢力があった。そのため事情は複雑であった。近くさらに詳しく調べることになる。神々が地球を放棄して以来、塩基一派、サーペント族、つまり竜族とエンリル派一派、ラム族、つまりレプタリアン族が地球に残された。そして彼らのうち何人かは、ニビル王国に対して忠誠を誓っていた。もちろん、マードックは明らかにそうではなかったが。こうして、延期の流れを組むマルドックと、そしてエンリルの流れを組むイナンナ・イシュタールとの対立構造が生まれたというわけです。で、結論ということになります。なぜ三角形なのかということですね。が、皮肉なことに歴史は複雑です。神々の世界もこれまた複雑ですが、時には明快すぎるほど簡単なこともあります。三角形がその一つということになります。なぜ現在のフリーメイソン、そしてイルミナティはですね、三角形の目
のマークを使っているかですけども、それについてはさまざまな最もらしい理由がつけられています。で、現在の今ではですね、一般説として特に三角形については、これは三位一体を表すものだというわけですが、キリスト教が生まれるよりもはるかその昔、すでに目のマークはありましたと同時に三角形の意味もありました、まあ、それを最後に結論として話しますが、要するに歴史というのはですね、もっと分かりやすく言えば、私たちが知っている歴史というのは人間の都合の良いように、さらに言えば宗教の都合の良いように作り変えられ、ねじ曲げられ、そして捏造されてきたということになるのではないでしょうか。三角形の持つ意味はもっと単純で分かりやすいということです。つまり三角形そのものはマルドックのシンボルマークであったということです。その証拠をこれから皆さんにお見せします。それがこの動画の結論ということになります。ハジオス・プヌーマという方のお書きになりました論文の一節に次のような文章があります。ハジオス・プヌーマ書。ヤーウェ、神々の紋章、プライム3という論文の中です。この論文の中でハジオス・プヌーマ氏は次のように書いています。 Marduk became the official god of Babylonia. The Babylonians referred to Marduk as Bel, which derived from the Semitic word Baal or Lord. Engraved on Babylonians' oldest monuments called Ziggurat is a portrait of Marduk. で、次の部分ですね。Holding a triangle spade or hoe, which symbolizes fertility and vegetation. 繰り返します。Holding a triangle spade or hoe, which symbolizes fertility and vegetation. この赤枠の部分に注意してください。マルドックの最も古いポートレート、自画像はバビロニアに残っていたというのです。そしてその最も古いポートレートによればですね、マルドックは手に三角形の鋤、あるいは鍬を持っていたというのです。その三角形の鋤、鍬というのは、つまりは豊穣と工作をシンボライズしたものであったというのです。で、その絵を探してみました。本当にマルドックは三角形の鋤あるいは鍬を持っていたのかとです。マルドックが向かって右側左手に持っているアイテムに注意してください。三角形の鋤あるいは鍬のようなものを持っています。従来は武器と考えられていましたが、これは武器ではなく鋤あるいはクワということになります。そしてその三角形がマルドックのシンボルマークとなったというわけです。そしてその流れを組むフリーメイソンイルミナティはそのマークを、それが何であるかもわからないまま使っているということになります。他に三角形の説明ができない以上、三角形はマルドックが持つ鋤もしくはクワに由来すると考えるのはごく自然なことです。三位一体などという、つまりはこじつけ的な説明はもう通用しないということになります。なぜならば、マルドックがそのアイテムを持っていたのは、はるか遠い昔、今から数千年以上も前のことだったからです。つまり、中央にプロメテウス、エア延期の目を置き、そしてその周りを自分のシンボルマークである三角形で囲んだということになります。
you.